年の松丸駅の駅名を作ってくれないかというお願いをしたところから始まります。松野町に訪れる方がですね、まず降り立つところでありますこの松丸駅で、音楽でお迎えしてですね、癒しをいただこう感じていただこうという思いで、作りました。桃の花咲くっていうですね、松音頭があります。これ松野町内の人なら半分以上は踊れると言われる、松の音頭です。この松の音頭をですね、コラボした駅メロを作っていただきました。駅メロ通常7秒とか10秒なんですけど、ここはですね、人数が少ないので30秒の長さの駅メロを作っていただくことにしました。ゆったりと流れる松の町の風景を表した駅メロをぜひ聴いてですね、癒されていただいたらと思います。それではご披露させていただきます。カウントダウンで、ご披露させていただきます。はい、それでいきます。3、2、1、どうぞ。